その決めての発表はなんかあんまり意味ないと思うんで、はい、別にやり方見つけて頑張っていこうと思ってるんで、はい、まあどっちかしかやらんってわけでもないんで、両方ね、はい、できるようになりたいなっていう。そうですね。そうです、はい、やる気はあります。はい。8.6 秒、いつものネタを封印して。そうだよ、漫才じゃないもんな、あれ。 8.6 秒、バズーカーです。お願いします。ポップな歌を作りました。いや、漫才頑張っていかなあかんない言うてますけど。言うてますけど、漫才できるんですか。いや、しゃべくりたいな。ハイスクール漫才優勝したなと漫才するの一番嫌。いや、でもしゃべくりたい。俺らはずっと音に乗せて逃げてきた。そんな素直に言う。音に乗って逃げてきた。そんなに素直に言う。漫才すんの。いや、漫才するよ。しゃべくりできるんだよ。しゃべくりたい。しゃべくりやりましょう。どうですか。ラッスンが俺らって知ってる。お兄さん、お兄さん、お兄さん。しゃべくり漫才するんでしょ。いや、だからラッスンゴレラに。いや、だからその英語か日本語かも分からない。とりあえずやるからついてきて。ゴーラッスンゴレライ、ウーラッスンゴレライ、ウーラッスンゴレラ イ, ライ説明してね。ちょっと待って、ちょっと待って、兄さん、ラッスンゴレライってなんでしょう。ウーラッスンゴレライ、ウーラッスンゴレライ、ウーハイスクール漫才スパイラーブラシーのお兄さんだ。お兄さん、ちょっと、お兄さん、そこラッスンゴレライちゃいますよ。ありがとうございます。ちょっとちょっと、おい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 、どういうことだよ、お前ら。こらこら、待て待て待て。おい、いきなりやってたじゃん。ラッスンゴレライやっとるから。おい、漫才は漫才。ネタ封印って言ったろ、おい。何やってくれてんだよ。ちゃんとセンターマイク使いましたから。センターマイク使ってラッスンゴレラやってんじゃねえかよ、おい。これ目の前で言われますけど、千鳥さんとダイヤさんに憧れて入りましたから。あ、そうなの。そうなんですよ。どこだよ、真逆じゃねえか、やもったいな。お前らリズムねえじゃねえか、全く。全くないっす。全くリズムないだろ、お前ら。じゃあ千鳥みたいな漫才をちょっとやりたいなって思う。ゆくゆくはそうですね、2人のだけで完結する、その漫才を。じゃあアドバイスあげてよ、千鳥からさ、こういう漫才を、ね、こうやってやるんだよっていうさ、アドバイス。アドバイスください。お願いします。何かありますか。あ、グラさんとってスーツ着。ここで例えばもう、例えば悪口言ったとしても、この勢いはもう止まりませんから、こんなすごいこと言って、もうウーマンラッシュアワー 8.6 秒の悪口言うっていう記事になったとしても、また 8.6 秒バズーカの話題になるから、8.6 秒の話題ばっかりじゃないですか。それよりも今から出そうなやつの悪口言います。今までリズムネタめっちゃやってきたのに、今日センターマイク立っててちょっとびっくりしました。はい、はい、あれに緊張しました。はい、はい、まあどっちかしかやらんってわけでもないんで、両方ね、はい、できるようになりたいなっていう。そうですね。そうです、はい、やる気はあります。はい。